はい、またか。システムが分かんないとどうしようもできないんだよな。いやー、なんかめっちゃ声聞こえるのが集中しにくい。奥行くか横行くかが。後ろインのピクシーかな。ペルソナなんか新しいの覚えてないの？体当たりって自分の HP 消費するでしょ？普通にソードで殴ってくれりゃいいけど。ペルソナ、フレイっていうか普通に、ユキノさんを殴ってくれた方が。リザルド。待って、ガル反射すんのすごっ。混乱か。ユキナさんのレベルが上がった。いや、マーク体当たりしか使えないの結構厄介だぞ。その村どこ行った？あー、そこか。うわ、強いの来た。なんで味方にはダメージ与えられてないわけ。ああ、ユキノさんが攻撃できないペルソナー。
んか物理キャラだからな、力上げていこう。ああ、けど技上げんのとどっちがいいんだろう。その辺わかんないからな。いや、奥、いや、こっち側も先に調べようか。休憩室。女神、すまんが、いつものようには頭が回らなくてな。まあ、無理はない。救急メット、回復品か攻撃品かわかんないぞ。久しぶりじゃのう、わしの話を聞きに来たのか。ではためになる話をしてやろう。落ち着いてよく考えて行動しろ。そうすればお前は必ずたどり着く真実にな。ところで、あきこさん、昼飯はまだかの？窓の外にもやみたいなものがかかってる。町を囲んでるみたい。まさか変な小説みたいにこの町から出られないなんて。そんなことあるはずないよね。ディスポイズ。ポイズンってあれじゃないんだ、カードじゃないの。猛毒状態の回復。なるほどね、回復回、あ、状態異常回復か。これ渡すってことはどっか使いそうだな。ボス戦あたり使うんじゃないか。
気色悪いこと言ってた気がする。スノーラも心配だけど、とりあえず巻きか似ててみよう。嫌な予感がすんだ。山岡、特にあのアイテムボックス以外は調べられない的な感じでいいのかな。経験値って毎回変わるんだ、一人一人。疑惑が厄介。南條くんがやばい。マップに慣れてないからか、どこ行ったか分かんなくなる。おお、まさかの雪乃さんが回復キャラ。魔法の使用回数で新しいのを覚えるとかな。魔法を使ったらそのペルソナレベルが上がって新しい技使えるようになるみたいな。
カヌちゃんがいる。試してみるか。強っ、まさかの特殊キャラ。なるほどな。この赤いのがよくわかんないけどな。魔法威力が71あるのに魔法を生かさなかったら意味ない気も。全攻撃回避は、わかんないから同じぐらいにしていくか。なんかこの赤いのついてるやつ、なんかあげんのもったいなく感じんだよな。システムをよくわかってないからな。もしかしたら技が一気に上がっていく可能性あるぞ、これ。あれ？さらに戻ってきた。ここからこっち行きました。で、こっち行ったら、デライトって何？いや、まあ、なんだろう、技を打たす。どっか遠くの方を打ってあげないと、マーク目の前しか攻撃できないから。あ、いや、無理して技を打てばいいか。で、こっち側は届かないから。デライトって何だったの？さっきの。
とまだ分かんないんだよな。技増やせば新しい技を覚えるのか。技たくさん使えば新しい技使えるようになるのかよくわかんないんだよな。でここ行ったらあの病室あるから302号室あるからなんかちょっと分かるようになるまで別にレベル上がったタイミングであれするっていうわけでもないから。反射された？なんかすく箇所覚えてる。新しい技覚えたってことは技の使用回数だね。そうなるとマーク真ん中にしよう。ここじゃ技打てる範囲も攻撃できる回数も下がってくるから遠距離使える。左右と後ろに遠距離持ってこよう。救急メット付けるの忘れてた。